今回はね、玉ねぎということで ね、玉ねぎバージョンの人たちに玉ねぎは、ね、こうね、玉ねぎですね。では、こうね、玉ねぎばあさんも88歳ですからね、ございますけれども、まあこういうふうにね、食べてください。うん、もうサクサクとね、してる。うん、サクサク感に、これは柔らかい、本当に柔らかいですね。うん、あのサクサク感があって、ここにおかきの味がよく出ていますね。で、これで、うん、こういうふうにね、おかきと玉ねぎの柔らかさに、うん、味わいがあって結構ね、うん、いい味です。で、シャキシャキとしていて、なかなか香ばしい。あの本来のね、豆が入ってるおかきもいいんだけど、こういう玉ねぎの味というのもなかなかいい味わいであっていいなと思います。どうもありがとうございました。